はい、どうも、ホッパーです。本日はですね、こちらになります。またハロかよって感じなんですけど、一つではありません。他にもあります。またハロです。そして、こんな感じでハロが4体ですね、あります。で、なんでこんなハロばっかかと言いますと、まあ、ハロもともと好きだったんで買ってたんですけど、いい加減溜まりすぎちゃったので作っていきたいと思います。でですね、こちらの方を見て多分わかると思うんですけど、アニメ本編に出てきたハロたちなんですね。こちらの方を作っていきたいなと思いまして、まずはこのピンクちゃんですね。ピンクちゃんは多分わかると思うんですけど、ガンダムシードで、ラクスが抱っこしてた、アズランがあげたお気に入りのピンクちゃんですね。こちらと、こちらですね、オレンジ。オレンジはガンダム00で、ロックオンがガンダムデュナメス乗ってる時に一緒にサブで手伝ってくれる AI として使ってた、このオレンジ色のハロですね。こちらの方。そして、モモハロですね。こっちはガンダムビルドダイバーズのモモが GBN に入った時にゲストアバターとして使ってる猫耳付きの、あの、マギさんがくれたね、猫耳付きのハロになります。で、こちら。これ以前子供と一緒に作った黒い三連星ハロなんですけど、なぜかこれはあの本編に出てきてるわけではないんですけど、ビルドダイバーズとかで出てきたあの紫の悪いハロあるじゃないですか。あれをちょっと作ってみたくて、まあ、もしくはダブルOのネーナのハロですね。あれもね、紫色だったと思うんですけど、で、紫色のハロなかったんで、どうせ色塗るんだったら、下地黒い方が塗りやすいかなと思ったんで、これもう一個買ってきましたって感じで、はい。で、こちらの方を、塗装しながらまた組み立てていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルではね、おもちゃの開封と倉庫までり、あとはイベントレポートでやっておりますので、Twitter と合わせてご一緒に登録よろしくお願いいたします。では、作っていきましょう。よろしくお願いいたします。塗装パートになります。色の乗りづらそうな部分にはあらかじめサーフェイサーを拭いておきます。ではまず目の部分から塗っていきましょう。次は腕と足の四肢パーツですね。こちらを塗っていきます。今度は蓋の中のパーツですね。これはね、蓋閉めてると見えないんですけど、開けた時に見えるので塗っておきましょう。ボディの塗装になります。モモのボディはシャインシルバーの上にクリアピンクという感じのキャンディ塗装で行っていきます。紫にしか見えませんね。オレンジのハロですね。こちらは元の色の上にクリアオレンジを乗っけていきます。黒い三連星ハロですね。こちらは芝ハロにしたいので紫で塗っていきます。一通り塗装が完了しました。一個一個はそんなね大変じゃないんですけど、さすがに4個同時にやると骨が折れますね。最後は組み立てです。ハロ完成しました。チャンネル登録お願いします。はい、というわけで出来上がりました。ハロたちになります。こんな感じになりました。いろいろとね、学ぶことが多かったです。まずじゃあ見ていきましょうかね。どうしましょうか。ピンクちゃんから見ていきましょう。まずピンクちゃんですね。ピンクちゃんはこんな通り、目はミスターメタリックカラーの75番レッド、こちらの方で塗ってあります。で、この周りのピンク色に関してはミスター GXクリアカラー105番のクリアピンクですね。 GX クリアピンク、こちらの方で上から塗っております。なのでね、下のピンクの色を結構活かした感じになってます。はい、じゃあ次行きましょう。次はオレンジのハロですね。こちら、まあ見ていただくと分かる通り、同じように、ミスターカラーの49番、オレンジ、クリアオレンジ、同じクリア塗料で塗ってるんですけども、なかなかねムラができております。この通り結構ね、ムラできちゃいますね。これもその下地のオレンジを生かそうと思ってやったんですけど、なかなかにこれは難しかったです。で、目の中身はさっきと同じ75番のメタリックレッド。こちらの方で目の赤は塗ってあります。はい、ではこちらが色々と、やらかしました。モモハロになりますね。
本来ね、桃ハロってもっとすごいピンクのイメージだったんですよ。まあ今ちょっとパッケージをお見せしますけど、イメージはこんな感じだったんですね。どうです、全然違うでしょ。まあこれいろいろやらかした結果なんですけど、まあ、まず目の部分ですね。この目の部分に関してはミスターカラー57番の青竹色ブラッドスタークに使ったやつですね。こちらの方を使ってます。桃ハロのボディカラーなんですけど、キャンディ塗装っていうものを一応やってみました。でどんな風にやったかと言いますと、まず最初にブラックサーフェイサー吹いた後にミスターカラー90番シャインシルバー、こちらの方で表面を全部真っ銀にしたんですね。でその真っ銀になった上に、先ほどピンクちゃんで使ったミスタークリアカラー GX105 番、 GX クリアピンク、こちらの方で吹き付けたんですけど、まあ多分ね、これが濃すぎたんでしょうね。もう出来上がったのがメタリックバイオレットみたいな感じのめちゃめちゃ紫がかった、紫みが強いピンクになっちゃいまして、それでこんな感じになっちゃいました。で一応トップコートしてあるんで、この通り輝き自体はそんな悪くはないんですけど、まあ、最初想定してたのとだいぶ違う色になっちゃったなというのもあって、こんなにねクリアピンクを多用することなかったので、これで結構どうやって使うべきなのかっていうのは少し分かった気がします。ただ濃くしたくないんだったらちょっと薄めに使わないとダメっぽいですねっていう感じで、モモハロになります。で最後は黒い三連星ハロですね。こちらは紫のハロにしました。これは00のネーナのハロとかビルドダイバーズのシバが使ってたあのアバターですね。で目が赤いのは同じようにメタリックレッドの方を使っております。こちらですね。でこちらの方とこの紫、これはミスターカラー67番パープル、こちらの方で塗ってあります。ちょっと他の3体と違う点としては、こいつだけトップコートツヤ消しなんですね。で、ツヤ消しなので、もうグレーのツヤ消しでなくって、こちらのミスターカラー182番、ツヤ消しスーパークリアツヤ消しってやつを使ってます。こちらの方をエアブラシで吹き付けて、表面だけマットにしました。なのでこんな感じになっております。まあ、一番さっき、モモハロで割とやらかしたって言ったんですけど、逆にこいつは想像以上になんかいい感じになったので、あ、かっこいいかも、と、ちょっと自分の中では結構うまくいったと思っております。はい、こんな感じで、以上4体ですね。で、お手手もついてるんで、そちらの方も開けてみましょう。はい、全員、耳を開けて手を出させるとこんな感じになります。まあ、芝なんか、この紫ハロなんかは手出すと一気にビルドダイバーズな芝のハロっぽくなりますね。ビッグザマーやってる姿をちょっと思い出します。こちらはオレンジハロですね。こっちは、あまし手出してるイメージないっすね。ダブルオーと、シードのハロに関しては。これがピンクちゃんですね。ピンクちゃんもなんか手出したイメージが全然ないですね。で、あとはモモハロになりますね。で、それぞれ蓋のこの部分ですね。蓋の内側と手の部分と腕。で、腕のチューブなんかはみんなそれぞれ違ってて、このシバノのやつに関しては、ミスタースーパーメタリックカラーのスーパークロムシルバー2、こちらのギンギンのやつを見つけております。オレンジのハロに関しては、ミスターカラー48番クリアイエロー。これはピンクちゃんの蓋と同じ感じで、黄色を上から乗せる感じになります。で、ピンクちゃんの腕に関しましてはこちらですね。タイタンソードと同じやつを使っております。ミスターメタリックから GX206 番のメタルパープルですね。こちらの方でピンクちゃんの腕は塗ってあります。と、モモハロの腕に関しては、目と一緒ですね。先ほども使いました、ミスターカラーの57番青竹色。こちらの方で全て。色を塗ってあります。といった形で、こちらですね。シバとロックオンのハロに関しては、蓋の部分に関しては、ちょっとこれ初めて使ってみたかったんでやったんですけど、ミスターカラー100番マルーン。なかなかね、独特の色味になるんですね、この通り。わかりますかね？なんていうか、赤とも茶色ともつかないという、なかなか難しい色で、面白かったです、こちら。まあ、これね、この先も使っていきたいと思います。はい、そんな感じでですね、こんな感じで、ハロがたくさんできましたっていう感じで、まあ、色塗りの練習とは思ったんですけど、やっぱりなかなか難しいですね。これからもね、エアブラシの練習ガテラ、まだハロ2、3個残ってるんで、そちらの方も組み立てていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。